阪神時代で、はい、一番やっぱり思い出すのはどんな試合、どんなピッチングですか。そうですね、まあ、やっぱ開幕戦、2002年の開幕戦とか、あとノーヒットノーランとかですかね。2002年の開幕はどういう、初めて開幕投手をした時なんですけど、やっぱり12年ぶりぐらいの勝利だったので、うん、開幕がね、はい、そうだよね、阪神なんか開幕ゲーム全然いつも勝てなかったんだよね。で、まあ、自分もその時はもうそのシーズン4月からに合わせてたん で、うん、でしっかり結果出たんで、やっぱりそれは印象的でした。開幕ピッチャーってやっぱり全然違うの？多分普通にやったら違うと思うんですけど、うん、まあ、自分はもう前に2001年にも開幕戦に投げてるんですよ、うんうん、中継ぎで、うん、でそのイメージもありましたし、うん、まあ、開幕戦やっぱり取りたいっていうのがあったんで、その前のオープン戦を自分の中で開幕戦と思って、はい、もう気持ちから全部ノリに乗せていっての次だったんで、うん、まあ普通に投げれました。あのさ、野球ファンでも分かんない、僕はちょっと分かんないからあえて聞くんだけど、あれさ、開幕投手っても場合によってものすごい早く言われてるじゃん、はい、それ K がその開幕の時はいつ頃言われたの？はい、確か監督には言われてないような気がするんです。佐藤さんかな、うん、佐藤さんには確か普通にこう、なんていうんですかね、キャンプの前半にこうオープン戦の日程が出るじゃないですか、うん、はい、そこで、まあ、大体ここと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 ここ投げる感じで言われる、うん、ここ何イニング、ここ何イニング、ここって大体何球ぐらいとかで、その順番で来たら開幕だっていう感じだったんで、はい、あ、それだけで。何、じゃあ開幕投手だよとは言われないけど、はい、こことここのオープン戦投げるよっていうのを言われる。そうです、はい、もう投げる前から全部こことここ全部オープン戦言われて、うんうん、はい、あ、このタイミングだったら開幕だなって。じゃあその時はあのお前が開幕だよとは言われなかったのね。覚えてないです。ああ、そうなんだ、はい、あ、まあでも実質それがそう言われたら言われてるのもんだもんね。じゃどうなんすか、その ものすごい前からさ、もう監督によったらもうだから正月明けぐらいとかもう前の年から言ってる監督とかいるじゃないですか、はい、やまあ言われたらやっぱそれなりのこう準備自覚、はい、燃えるものみたいなものがやっぱ違うのかな。そうですね、やっぱり合わせやすいですし、うん、まあ、やっぱり中心となってるっていうのがあるので、うん、やっぱり自分がその開幕投手がこけたら、うん、やっぱチームもこけてしまう可能性があるんで、うん、しっかりしやろうっていうのがあります。なるほどね。まあそうだな、やっぱりシーズンあの通してやってもらいたい人にはもうやっぱ早くそれを伝えて、もうお前がもう本当に頼りなんだからっていうことがもうめちゃめちゃメッセージになるもん。そして今K を挙げてくれたのは、2004年10月5日でしたっけ、6日6日、ね、はい、ノーヒットノーラン、はい、広島、はい、1対0、はい、やっちゃっても、もうピッチャーだったらもうさ最高ですよね、きっとね。そうですね、まあ超過ゲームだったんですけど、うん、まあでも同じ気持ちで入れてましたし、うん、あの相手黒田さんだったんで、はいはい、とりあえず 1-0 でずっと途中まで動いてたんで、うんうん、負けられないって。これ全投球とか覚えてるもん。要所要所は大体覚えてますね。あ、キャッチャーってさほとんど覚えてるよね。ああ、そうですね。なんか何球目で何のサイン出してとかっていうのは、はい、K はなんか全部覚えてるわけではないの。大事なところはやっぱ覚えてる。そうですね、大事なところの例えば自分のそのまっすぐでも、うん、その何パーセントの力でどのぐらいの割合でどういう意識で投げたぐらいまでは分かる。もうあの日は予感するようなものがあったの？そうですね、まずスタートでやっぱり天敵だった前田さんもいらっしゃらないですし、はい、尾形さんもベンチに休んでいたんで、うん、はい、でまあまああの今シーズン久しぶりに出た選手が出てたんで、うんうん、で1周回って全部取れたんで、はい、2周目ってその逆をいけば大体取れるんですけど、うん、よく10月4日ですね。4日ですね。すみません。はい。まあ、
まあ、1周目しっかりとアウト取れて、うん、で2周目その逆を行けば大体取れる意識があったんで、うん、まあ、3周目で勝負だなっていう意識があります。なんかで見たんだよな、これ YouTube かな、その時受けてたさ、はい、野口さんがさ、はい、なんか6回か7回だかわかんないんだけど、この後 K に教えてもらうけど、 K がそういえばヒット打たれてませんよねとかって、なんか、はい、のんきに普通につぶやいてたとか言って、はいはい、そっからなんかこうノーヒットノーランの感覚に入ってったみたいなことを彼が言ってたけど、ああそうですね、6回終わって結構、うん、あと9人とは思ってましたね。でそこで確か佐藤さんが声をかけてもらって、うん、まあ、やれよことは言ってもらいましたね。他の方はもう全然もう喋ってくれないんで、うん、やってる時はあれ何なんだろうな、まあ、そのベンチに一緒に行ったことないんだけど分かるよ、あのまあ脳脳かパーフェクトの状態が続いたらだんだん声かけづらくなるよね。本人はどうなの、投げてる本人は。ああもうあんまり、そうですね、試合中声かけてもらうことないんですけど、うん、まあ、大体ベンチの奥の方で一人でいたんで、うん、でもやってる時はもうその次のバッターどうアウトにしようっていうイメージをずっと考えてました。さあ、まあ、そんな見たことないの、例えばもうさ7回ぐらいまでノーヒットノーランだったらさ、はい、同僚が来てさ、はい、おいいがノーヒットノーランだぞお前もう少しで頑張れって押し声かけたらなんか嫌なことが起こりそうな気がするの、あれ何なんだろうね。これはですね、あのアメリカも共通してますよね。ああそうなんだ。もうそういう選手は全然もう離れてきます、ね、声かけないです。だから声かけちゃってさ自分のせいでなんかそうなったら嫌だっていう心理だろうね。そうですね。で本人は意外に冷静だったりするの。そうですね、うん、まあ本当に次のバッターどう、次の一周もう一周どうやろうかなっていうことを考えてます、ね、やった瞬間どうだったんですか。ほっとしたっていうのは正直なことですね。あの8回途中までパーフェクトだったんですよ、うんうん、で一応関本さんの、はい、エラーになったんですけど、うん、まあ、それで途切れて、うん、次ノーヒットノーランを狙いに行くってことで、あ、いけると思いますね。逆にやっぱりフォアボール出してもいいっていうのは楽です。そっかそっかそっか、あのそりゃそうだよね。守ってること考えたらさ、もう完全試合ってもう8回ぐらいまで来た野手もそれはもう飛び逃げだよね多分ね飛び逃げするわけいかないんだけど、頼むみたいなね、難しいの来ないでっていうか、もっとだ来ないでって感覚になるね。もう伊賀頼む、全部あと三振で終わらせてくれみたいなさまあでも俺がこんなこと言ってるから、あの大した選手じゃないんだろうな、多分そんなんじゃなくてもう恋ぐらいになってなきゃならないよね。まあ自分でもエラーしても全然、うん、もうあの昔からそのなんていうんですかね、練習量とか見てるんで、うん、もうこの選手がエラーしたんだったら誰もエラーする、全員でエラーするよっていう感じで見てたんで、はい、全然気にしないです。すごいね、71人目だったかな、そのノーヒットノーランがね、はい、そうですね、やっぱりまあそれはもう本当に勲章 となるピッチングですね。そうですね、もう、うん、終わって感じましたね、やっぱりやっといて分かったな、うん。